はい、それではまやちゃんが挑戦、バーティカルスライダークイズ用意スタート。怖い。すげえ引きずられてる。助けて、助けて、怖い怖い。いや、これ怖くない？いや、怖い怖い。あ、俺無理かも。歴代夜遊び MC をフルネームで答えよう。安本ひろき、小松美香子、上坂すみれ、木村すばる、金田智子、森久保祥太郎、下野宏、内田真彩。待って待って、手が無理。頑張れ。いや、でももう頑張ってるけど。おおおおおお、すごいね。なんかいろいろありますね。これなんだろう、タッチしていくのかな。ですかね。ね、いろいろありますけれども、フレンドパーク的ななんかね。そうだね、うん、そうだね、そんな感じですね。 VS 的な、 VS 的な ね、 ね、感じありますね。そうね、うん、ありますけれども。面白そう。でもどれもどれやるんだろう、なんだろう、それぞれ違うのかな、ルールは。そうみたいですね。へー。で、うん、はい、はい、ありがとうございます。うん、今回最初のミッションはこちら、クライミングでございます。おお、面白そう。はい、というわけで、うん、4つ目のミッションはこちらでございます、うん、はい、頂上で働けスピードクライムボイスよっ、イエーイ。さあ、引っ掛けてございます。なんか遠くで聞こえる。いや、いらないよ、うん、そこまでやんなくても。本当よ。はい、まずは、どんなものなのか、スタッフさんの説明を聞いていただければ。あ、畑さん、お願いします。お願いします。これなんですけど、はい、よいしょ、下から登ってっていただいて、一番まで登っていただく形になります。はい、で、登っていくときは多分そんなに難しくはないと思うんですけど、はい、こう握れるのと握れないのがあったりとか、そういうのも選びながら握って足掛けて登っていただけます。はい、で、降りるのだけちょっと難しいかもしれないので、先に一回やって、はい、お願いします。あ、自分で押すんだね。はい、すごい。はっ。で、降りるとき、このロープの色のついてるところを両手で持っていただいて、後ろに、はい、で、壁を軽く蹴りながら、そういう降り方、降りてきてください。3歩ぐらいで、なるほど。下まで着いたらこれで大丈夫。楽しそう。ちょっと待ってよ、3秒かかってないよ。めっちゃ早い。え、秒数、そうですよね。まあ、そうですね。これ秒数なんですか。これ秒数ですよね。やばい、すごい。これは楽しみ。何番いきますか。腕きつい。行くよ。行けるよ。誰にも真似できない輝きを、そんな手作りの情熱が伝わってくるような大胆かつ独創的なフォルムに、黄金色のメッキ、そして誰をも虜にしてしまう魅惑的な香りに、あなたもきっと我慢できなくなる。プレミアムゴールデン唐揚げ、その美味しさにあなたの瞳は輝き出す。どういうこと？ごめん、これ何？何何何？宣伝でも何でもないんですけど。何何だったの今の？何聞いたことない。え？ゴールデンクラゲ？あと何秒だって？15秒。お疲れ様です。手が。いや、手きついな、これ。やばいですね、これね。明日くそ筋肉痛。来るわ。うん。もう握力がね。ない。やば。よし、こんなに時間かかってないよ。5つ。何何、下野さん、壁に登って自分のボイスサンプルを改めて言った人、史上初です。あれ、そうなの。言った言った、確かに。あ、何の宣伝。そういうことか。何これ。あのね、何ですかあれ。俺が言うのもなんですけど、ずいぶん昔に、はいはい、ナレーション用のボイスサンプルを、はいはいはい、あ、ナレーションだった、自分で考えるんですけど、うんうんうん、やりますね、うちね。あれです。あれ、あら、アイムの褒め字今も聞けるのかしら。なんか前ちゃんと全然違うじゃん。なんか私はね、宣伝させていただいて、本当だよ、うん、でも
宣伝じゃないじゃん、俺ただの自分のボイスサンプルを改めて言い直しただけじゃん。ナイスボイスサンプル、ナイスボイスサンプル、パンディじゃねえよ。おいちゃんと突っ込むなら突っ込んでくれよ。本当だよ。で、はい、次は何ですか。はい、続いてのミッションはこちら、はい、高さ10メートルを登りきれステアウェイトゥアンスタークス。これ、これか。ではこちらもですね、説明をしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。これはこう階段状になってて、螺旋状の階段を一番上まで登ってっていただくっていうアクティビティになります。これがステアウェイトゥヘブンっていう名前になっていて、はい、結構てっぺんだと10メートルぐらいは高さあるので結構怖いかもしれないので、マジか、頑張っていただくって形になります。高所恐怖症では、ね、もしかするとこれの方が、あれかもしれない。うわ高いですもん。高いよね。でこれはどう登っていくんだろう、はい、さあということで、こちらはどんなルールなの。はいはいはい、ルール説明参りますよ、今から一人ずつ、こちらの、ステイアウェイトゥヘブン、こちら登っていきます、頂上からしか見えない位置に質問を持ったスタッフがいますので、あっちかな、かなっていうこと、はい、いますので、あこっちこっち、そちら側にスタッフが立っているんだ。はい、はい、質問を持ったスタッフがいますので、地上へジャンプで降りて、その質問に回答してください。答えられたら5ポイント。はいはい。あ、降りてきてから質問に答えるんですね。ジャンプで降りる。またどうしても登れない場合は途中でギブアップも OK。ただしその場合、獲得ポイントはゼロになるそうです。怖っ。はいはい。さあもう行くんだ、もう行くんだね、早いな。今までみたいな、なんかもうちょっとあるのかと思ったらさ、加藤さん登ってみるとかないんだ。加藤さん登ってみるとかないの。ないないの。いや別に小芝さんが登っても別に、登りたくないみたいな空気。ダメな。そう、まえちゃん見たい。でもあ、じゃあ登っていただいて、どね、どんな感じ、これどうやって登るの。小芝さん、さ小芝さん、加藤さん、さっきなんか猿みたいな動きだったんだよね。すごい速いと思ってすごかった。登っていくときなんですけど、このロープこうやって引っ張っちゃうと危ないので、絶対引っ張らずのやめてください。要するにもう本当この柱というかポールというか、それにしか触っちゃいけない。そっち触るか、これ持つだけなら大丈夫。ああ引っ張らずにってことですね、はい、普通に乗っていく。え、普通に。いやいやいや、早い早い早い。いやいや違うんですって。いやいやいや、普通に乗るじゃん。違うんですって。二段抜かしぐらいで早くじゃん。違うんですよ。で一番上まで上がっていただく。違うんですよ、ホームから地上に行く感じじゃないんですよ。なんでこの時だけさ、加藤さんプロ出すんだよ。上手に登られてる。それプロだもん。でもあの、私もお二人も加藤さんみたいにうまくいくってことですよね。まあ行ける人も全然いると思うので。いるそうです。本当に、はい、本当かな。ちょっと笑ってるんだよな。なんかね怖いな。行くか、はい、笑っちゃうぐらい簡単っていうこと。超やれよ。本当だ。超やってみろよ。本当だよ。まあまあ本当だよ。わかりましたよ。じゃあ、まえちゃんから行ってみますか。はい。はい。一歩後ろです。はい。いや、高いよ。こんな感じ。おお、引っ張られる。はい。それじゃあ、まえちゃんが挑戦です。ステイアウェイトゥアンサー。用意、スタート。お、今のところ加藤さんみたいだよ。いいよ。おお高い高い。あいいよ、いいけど、怖い。いや、下から見てても怖いんですけど。え、これ結構だか。え、これ志村さん無理ですよ多分。あーいや、嘘、止まるのそこで。怖い。マジで。あ、だってまやちゃん登れなかったら多分俺無理だぜ。心臓ドキドキしてますよ。マジか。頑張れ。頑張れ。なんで加藤さんあんなスルスル登れんのよ。で、前で質問、一番上まで行って、そこから質問。すごい。すごいよ。BLT サンド、ベーコン、レタス、あとは何？行くぜ。途中のポール気をつけてね。これ降りんの下手だな。
ベーコン、レタス、トマト。やばい、なんか乗り越えた感じする。嘘、うん、マジで、うん、すごい飛ばした感じ。マジですごい。これ行っちゃってくださいよ、富士山の予行練習。いや富士山はほら足元しっかりしてるじゃん確かに。でもこれやばいですよ。マジか、人生変わるやつ。本当に、うん、怖かった。俺ちびったらごめんねえ、そのレベルかもしんない。 YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。アベマプレミアムなら私たち、僕たちの限定トークも、声優と夜遊び全シリーズも、全部見ることができます。ということでみんなも一緒に夜遊びしようぜ。